みんなに伝えるありがとうの手紙、年の京子役、大坪由香。大好きなみんなへ。私には元気の源が3つあります。まずは応援してくださるファンの皆さんの笑顔、2つ目は私の周りにいる人たちの笑顔、そして3つ目、バームクーヘン。私にとって皆さんの笑顔は太陽です。私の周りにいる人たちの笑顔は水です。バームクーヘンは肥料です。この3つのうち1つでも欠けてしまったら私は枯れてしまいます。いつも眩しいくらいの太陽の光をありがとうございます。皆さんのおかげですくすくと成長することができました。いつもとびっきり楽しそうな皆さんの笑顔が見たい、そう思うとお仕事が楽しくて仕方ありません。どんな無茶ぶりにも全力で応えてしまいます。私はコンプレックスの塊で、あまり自分のことが好きではありませんでした。身長や前歯、人見知りしてしまう性格、実は声も好きじゃありませんでした。声優になりたいって思った時に自分の声を録音して聞いてみて、憧れの声優さんたちみたいに可愛くないとか、自分の声が可愛いキャラクターに合うはずがないとか、明日になったら変わってないかなとか思っていました。でも皆さんからいただいたファンレターを読んでびっくりしました。こんな私の声を素敵だと言ってくれる人がいる、こんな私のことを応援してくれる人がいる、ゆるゆりの京子ちゃんがゆかちんでよかったって文字を見たときは涙が出るほど嬉しかったです。いつもヘラヘラしている私ですが、今まで生きてきて辛いこともたくさんありました。でもその全部が吹き飛んでしまうくらい、ゆるゆりが、京子ちゃんが、皆さんが私に幸せをくれました。今まで言ったこともなかったけど、お父さんお母さん、こんな私に産んでくれてありがとう、素敵な声をくれてありがとう、自分のこと嫌いなんて言ってごめんね。声優になりたいって言った時反対せずに応援してくれてありがとう、ゆるゆりが決まった時自分のこと以上に喜んでくれてありがとう。今私はこんなに素敵なステージに心から尊敬できる人たちと立って、素敵なファンの皆さん、スタッフさん、大好きな皆さんに支えられて元気に生きてます。これからも成長していく姿ずっと見守っていてください。そしてこの手紙を聞いてくださったファンの皆さん、いつも本当にありがとう。これからも私の太陽でいてください。大好きです。年の京子役、大坪由香。